新西暦158年、シナプス大陸では、後に聖魔大戦と名付けられる戦いが繰り広げられた。だがそれは伝説として語り継がれることとなる、人と魔族の戦いなどではなかった。統制しようとする者と、解放を求める者、光明神の定める社会秩序、厳密な世襲制から逃れようとした地方反乱、周囲の人々の思いを巻き込みながら拡大していく。そして開戦から200年が過ぎようとした頃、光明神側に一人の英雄が現れた。これはその英雄と同じ時に生き、そして死んでいった者たちの物語である。ぞ、前なあ、なんだ、もう少し手加減しろよ。手加減したら稽古にならないだろ。ああそう。ヒューイ、ジュシス、ん、グロウ、どうかしたのか。教皇様のお呼びだよ。教皇が、うん、早く聖堂に行かないと。へいへい。遅いぞ、グロウ。ごめん、セリア。キュウイたちを探してたら遅くなっちゃったんだ。何度言えばわかる。キュウイとは縁を切れと言ったはずだ。そうはいかないよ。友達なんだから。友人とは助け合うものだと私は思うわ。え？キュウイと一緒にいても足を引っ張られるだけだということだ。セリア。とにかく友人は選ぶことだな。ちょっと待ってよ。言いたいことだけ言って言ったな。ごめんヒューイ。でもセリアも悪気があって。悪気がないとあそこまで言わないよ。それは気にするなよ。いつものことだし。だがグロウ、もう少ししっかりすることだ。今のままではいずれ尻に敷かれることになる。頑張るよ。健闘を祈っておこう。お前、本当はグロウのこと嫌いなんじゃないの？そんなことはない。大事な友人だ。さて、
入るとするか。そうだな。ヒュイ様。シルエラ、お前も呼ばれたのか。はい、どうかしたんですか。おかしい。おかしい？俺やグローならともかく、なんで優等生のお前が呼び出されるんだ。そういう疑問なら、俺も一緒に呼び出された時に感じてほしかったものだな。いや、お前は俺の保護者だろ。そんなものになった覚えはないな。そうだよ。それに僕が呼び出されるのはいつもヒューイが巻き込むからで。じゃあ巻き込まれないようにしなさいよ。それはヒューイの言う通りだな。ヒューイと付き合うなら少し距離を取った方がいい。釣れないな。そういう言い方することは。静かに、ゲイカのお見えだ。おおお、みんな揃うておるな。強行ゲイカにおかれましてはご機嫌麗しく。堅苦しい挨拶は良い、楽にして良いぞ。あ、今日呼んだのは邪神軍についてじゃ。邪神？ルーシエラ軍がどうかしたんですか。うん、ん？風邪か？違う。相手が戦勝しているならと使うなと言いたいのだ。連中は所詮反乱軍に過ぎないんだからな。はあ。続けてもよいかの。はい。長きにわたる戦いによって民の疲弊は著しい。これ以上戦を長引かせるわけにはいかん。御意。そこでじゃ。大規模な進攻部隊を組織し、一挙に邪神軍を壊滅させようと思うのじゃ。進攻部隊ですか。うん。これで戦を終わらせることができよう。それと俺たちに何の関係が。ヒューイ。ほっほっほ。よいよい、気にするな。ですが。で、お主たちを呼んだ理由だが、それぞれに一軍を率いてもらいたいと思う。一軍を？さよう。七つの軍勢を組織し、それぞれの長に収まってもらうのじゃ。これを聖騎士と呼ぶ。聖騎士ですか？うん。我がインジェラ共和国軍の中枢を担う存在じゃからの、それなりの名前をつけてやらねばならぬでな。つまりは飾りですか。おおお、そう思ってもらって構わん。さてと、ジュシス。お、お主には第一聖騎士として他の聖騎士たちを統括してもらう。セリアは第三聖騎士、グローは第四聖騎士として各軍を、それからシルエラは第六聖騎士じゃ。はい。それとヒューイ。はい。お主は第七聖騎士じゃ。まあご命令とあれば。以上じゃ。何か質問はあるか。いえ。恐れながら。シリアか、申してみよう。第二、第五の聖騎士の座が空席となっておりますが、これは。すでに指名は済んでおる。近く都へ登ってこよ。いずれも名のある騎士じゃ。質問はそれだけかな。今一つ、一軍を滑るにふさわしくない人物が含まれていると思いますのは、私の考え違いでしょうか。ほう、ふさわしくない人物とな。はい。ヒューイ殿は
軍内でも悪評高き怠け者。セリア様。黙れシルエラ、お前にしてもそうだ。一度も戦場に出たことがないではないか。それは一兵士としてならともかく、一軍を滑るとなればそれなりの器量というものが必要かと思われますが。もう決めたことじゃ。それともインジェラ様の決定に不満があるのかな。そうではありません。ですが、キュイに兵を率いるだけの器量があるか否か、それはこれからの戦いの中で示してもらえばよい。そうであろう、リュシス。よい。ですが、ゲイカ。話はこれまでじゃ。もう自室に下がってよいぞ。はっ。セリア、さっきの言い方は。うるさい。セリア。完全に尻に敷かれてるな。情けない。ヒューイ様。シルエラ、さっきはありがとな。いえ、そんな。でも、セリア様はひどすぎます。いくらなんでも、あんな言い方。そうですね。だから、頑張ろうな。はい。さてと、部屋に戻るか。あ、ヒューイ様。なんだ。聖騎士に選ばれたお祝いに、今夜お食事でも。お金、ない。いえ、私が作ります。お前が。はい、だからぜひ来てくださいね。人気者だな。誰が。お前がだ。なんで。なんでって、それは。まあいいか。それよりお前も来るか。俺も。ああ、祝いなら大勢の方がいいだろう。いや、遠慮しておく。シルエラに恨まれたくないからな。恨む。まあ頑張るんだな。何。空いてるよ。失礼します。ん。本日付で第7世部隊に配属になりました、アリア・ガートランドです。同じくハンナ・ハミルトンだよ。第7西部隊って、なんだ。なんだって言われましても。隊長が指揮する部隊じゃんか。そんな大層な名前がついてるんだ。はい。どうかなさいましたか。いや、大変だなと思って。俺の部下になれってのか。はあ。じゃ、そういうことで。あの。何？まだなんかあんの？着任許可を。おお。アリア。ガートランドです。はいはい。アリアガートランド。と他一名。別にいいでしょう。ただの着任許可なんだし。なんでだよ。私もちゃんと名前で呼んでよ。わかったわかった。ハンナ・ハミルトン。はい。着任を許可する。はっ。ありがとうございます。以上、自室で休め。以上って、あの。何？まだ何かあるの。あ、いえ、舞台の編成などの打ち合わせは。編成。あ、はい。
現在執行部から与えられた戦力は？任せる。え？割り振られた連中の能力なんてわからないんだし、誰がやったって一緒だろ。それに面倒なのは嫌いだし。面倒って？とりあえずそっちで決めてよ。あとは実際に動かしてみてからこっちでいじるから。というわけで解散。今日はゆっくり休め。はい、またね。バイバイ。部下な。あの隊長は怒っても仕方ないじゃんか。別に怒ってなんか。ま、確かにちょっと頼りなさそうだったけどね。頼りなさそうじゃなくて頼りないの。そこまで言わなくてもいいじゃんか。ったく、噂以上じゃない。ああ頭痛い。やならやめちゃえば。そしたら私リシス様のとこ行くし。そんなことできるわけないでしょうが。なんで？なんでってあんたね。別にいいんじゃないの？嫌なら。聞いてたんですか？うん。どこからでしょうか？一体何なのよあの隊長は。からかな。ん？申し訳ありません。言葉が過ぎました。さすが、話がわかる。それで何かご用でしょうか？お前たちと話してもと思ったけど、また今度にするよ。今は落ち着かないだろうし。これでバイバーイ。もうこんな時間か。シルエラいるか？はい。ヒューイ様どうぞ。ああ。できますから少し待っててくださいね。お待たせしました。なんだこれ。郷土料理なんです。郷土料理？こっちが味噌汁で、これがお刺身、茶碗蒸しに素和えです。それでこれがお米。私の田舎ではこれをパンの代わりに食べるんです。どうぞ召し上がってください。これを？はい。食べるの？はい。嫌ですか？あ、いや、ちょっと心の準備が。準備？タコを初めて食ったやつもこんな気持ちだったんだろうなぁと思って。はあ。じゃあいただきます。はい。どうですか？うん、まずくはない。よかった。私こっちの料理ってあんまり口に合わないんです。それで作ることもできなくて、それで思い切ってこっちを。まだありますから、たくさん食べてくださいね。あ、ありがとう。い
良いな、皆の者。この国の命運は全てこの一戦にかかっていると思え。どうかしたんですか、ヒューイ様。大人にはいろいろと事情があるんだよ。いろいろ？俺、こんなとこに立つの性に合わないし。仕方ありませんよ、指揮官になったんですから。この作戦が気に入らないとか。どうしてですか？ボルボレードを邪神軍の前線要塞、いずれ落とさなければならないと思いますけど。落とす気があればな。あ、はい。良いな。何としてもボルボレード要塞を落とせ。そしてこの不幸な戦いを終わらせるのじゃ。こうして7つの西部隊に出撃命令が下った。この戦いを止まっていた時が再び動き始めることとなる。時に新西暦358年5月のことで。ボルボレード要塞、首都アルミラの西の守りとしてインジェラ軍の手によって建設された要塞である。だが新西暦217年、ルーシエラ軍の名将ウェルターの手により陥落。それ以後ルーシエラの前哨基地として常に首都パルミラを脅かしていた。そして今インジェラ軍はその喉元に突きつけられた刃を取り除くべく西へと進発した。隊長、どうでしたか？軍議は有意義な軍議だったよ。それで私たちはどのような任務を？命令を伝える。はっ。はい。我が軍は明朝をもってボルボレード要塞に総攻撃を加える。その後は？その後は各員己が職責を全うし臨機応変に対処すること。な、何それ？簡単に言えば行き当たりばったりってやつだ。それが作戦ですか？そうだよ、そんなの任務じゃないよ。任務じゃないって言われたって、他に作戦の立てようないし。どうしてですか？だってどの部隊も新設部隊だし、何に向いてるかなんて分かんないだろ。そんなのを変に割り振ったら混乱を招くだけだよ。そうなの？一理はありますが、それにしても。それもこれもないの。明日からの作戦で適性を見るって言ってるんだから従うしかないよ。じゃあさ、明日頑張れば私たちもエリート部隊に仲間入りできるの？それはまあ。よし、やってやるぜ。ほどほどにしとけよ。それじゃあ各自明日に備えて休め。解散。隊長。ん？抜かないでくださいね。はーい。あのさ、隊長。なんだ？みんな行っちゃったけど。だから？私たちも行くべきです。いいよ、別に行かなくて。え？執行部の命令は昨日伝えたろ。各員己が職責を全うし臨機応変に対処すること。だからうちは防戦。防戦？そんな、それじゃ手柄が立てられないじゃんか。いいよ、手柄なんか立てなくて。遠い日の夢だな。夢って。というわけで防戦。
何がというわけなんですか。命令だ。